不死鳥の旅は果てしなく、時空を超えた世界に新しい生命との出会いがある。もしそこに永遠の愛を見るならば、500年後、自らの誕生を見るだろう。不死鳥の旅は果てしなく、また休みなく飛び続ける。Mm-hmm.